ブイツ出せ嵐ですよ、奥田芳美か。こんばんは。いやー先週声が出ないの、全く出なかったの。ダメだったんですね、どうもすいません。でもなんかあのお医者さんがドクターストップかかったのに、本人は最後まで出たいっておっしゃってくださったそうで、はい、えらい。見てた？テレビ見てました。絶対悔しがってんなと思ってましたけども、はい、いやーあのフィンランドから帰ってきて、あひょっとしてお土産あのね、なんかね、あすいません、ああ闇上がりの人にね、見舞いませんと土産持ってどうすんねんって思うんですけども、かわいい。これはろうそく立てなんですよ、これ私も買ったんですけど。あじゃあ3人お揃い、はい、やりましたね、お兄さん。やりましたね、お兄さん。お兄さん、静かと。かわいいですね。お揃いじゃないですか。うん。ね、一人で私、ろうそく立てて部屋にいたら気持ち悪いもんありますね。はい。さて、V2、お祝いでございますけどね、はい、私たちお返しするもんがないんで、はい、毎年この時期になると山形からさくらんぼ娘の方が来ていただいて、去年ほら、ほら、おいしそうに食べたでしょ、去年。はい。去年と同じぐらい喜んでる。そうそう、今日はね、さくらんぼ食べ、1年あれから食べてないの？私違うんですよね。どうした？あのフィンランド行った時に、あの嬉しくなってきちゃった。あのブラックチェリーをずっと食べてたんですよ、はい、したっけ。こっちのさくらんぼの方が美味しくて、はい、めちゃくちゃこれ好きなんですよ。これ今日のあの一カゴ差し上げますから。一カゴと言わず二カゴでも、はいはい、はい、はいはい、喜んでくれてますんで、もう一つプレゼントでありますよ、はい、このさくらんぼの苗木をドーンとプレゼントしますんで、また枯らしちゃったらどうしよう。だからこれちゃんと花咲かせたでしょ、あの実績あるから、うん、来年もう一度これをね、はい、実をつけてもらおうと、うん、じゃあ、つきます。いやダメ。でもこれもすごい難しいんだって。難しい。プロの人でも難しいから、これは成功したら来年ね、実がなったらもっぺんスタジオに持ってくるんですよ。こうやってなっちゃうんですね。そうそうですよ。はい、無理だと思うけど頑張ってもらいたい。ではスタンバイの方どうぞ。でこんなに喜んでもらうと、スタンバイどうぞ。どうも。でもね、この間花をちゃんとやって、今度はさくらんぼやろう。去年と同じように喜んでくれたね、さくらんぼっつったら。これはうまく来年まだなったらですね、今度は柿あたりをですね、はい、プレゼントしてね。柿って8年もかかんない。柿が成功したらなんか薬杉で2000年ぐらいかかるさ。誰が認めんのそんなもの。番組やって編集ね、はい、では行ってみたいと思います。第一嵐の素顔、工藤静香さんです。どうぞ。明日